So you don't even come near it. My family are different. My wife grew up in a farm in Philadelphia. 私の妻はですね、フィラデルフィアの農家で育ちました。おはようじゃなくてフィラデルフィアなんですけど。フィラデルフィアなんですけど。フィラデルフィアの農家ですから。ファーでとフィラデルフィアの農家です。ああとは、そうとは、ああ育ちましたああいうは、犬あいは、ああいたとは、ああいうことは、ああいうことは、あいうことは、あいうことは、あああとは、あああいうことは、ああああいとは、あああああいうことは、あのあああい,たいって言うこと、no、は、いや犬はダメだんであであああいうことは、あああ So my boy, when he was growing, when he was little, I bought him a BB gun. <laughs> そのヘビを撃ちなさいと言ってね、息子に教えました。So、であの、私たちの私有地のところにこう小さな小川が流れております、so、それで私の妻がですね、犬がいれば蛇ヘビを追っかけるじゃないのと言って、したうがないただ一つ条件で、犬は絶対外で飼うぞと。So で、ケージを買ってガレージに入れました。<a> while, で、しばらくすると、その、だんだんケージが家のドアまで近づいてくるんですね。After <a> while, またしばらくするとケージが今度ドアの内側に入っておかしいんある日、私が自分の家に入っておかし犬がですね。階段上がって2階にまで入ってる。入り込んで,るんですね。<laughs> Honey, the deal. で私は妻に言いました、いいかい犬か、俺か、どっちか選んでくれ。<laughs> said, すると妻が犬って言ったんですね。So to to like、それで私も犬を好きにならなきゃいけないんだなと学びました。 I still like、dog. <laughs> まあ今でもちょっと犬は気に入らないんです。<laughs> 私神様にある日こう言いました。<laughs> 神様犬が人間のベストフレンドだとか言うならどうして神様犬が喋れるようにしてくれないんですか。I don't know if the answer s from God or not, 神様からの答えかどうかわかりませんよ。でもこういうのを聞きました。I think the Lord told me. 私はあの神様がこう <is S 2> しゃったと思います。Talk, もし犬が喋ることが出来たら、あの人間は犬と結婚しちゃうだろうと。と <laughs> 犬と結婚する人が出てくるだろう。アメリカで,です、ね、亡くなった方がその遺産を犬に残した人います。えっと三30万ドル。<laughs> 300万ドル。3億ドルぐらいですね。 すごいお金を残しました、uh, like、まあ私もそういうあそういう犬なあ好きだな。のあ,あの犬ならって、もいって、もいあいな。のあっいの犬だったらいて、もいよ。家に入れても、もうて、もって、

<laughs> 私と犬との間では何の一致もないんです。<laughs> でも私とイエス様の間には私たちは一つ、元は一つ、イエス様と元は一つと聖書に書いてあるんです、ね。イエス様がヨハネの福音書15章で何とおっしゃってるかご覧ください。<He> says, ヨハネの15。私がブドウの。 あなた方が枝ですと書いてありますね。五節ですね。He says, he fruit, 人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。See, 私を離れて it, あなた方は何もすることができま <it, it, S 1> と枝というのは同じ種類ですね。あの離れては存在できません

イエス様から来来るるもものが私私にとということですね私は新しく作作らられれたたもものののイエス様のに姿ににに第一一コリント章17節には主と一つにごめんなさいね。ね章11節 六章十七節ですね、主と交われば一つ霊となるのです。ですね uh, あなたは一つ 神様と一つにされているあなたは特別な存在ということですこの地球上に住むあらゆる人類の中で特別な存在ということですただ皆さん日本人というわけではなくただのアメリカ人ではなくて <or Brazilian. S 1> ただのブラジル人ではなくてあなたは新しく作られたものです神のに姿に作られたものです第一ペテ テロの手紙の中に私たちはえっ、ー、と聖なるえっ、ー、と性質を神のご性質を受け継ぐものであると書いてありますでもそれが私たちはいまいちよく分かっていないエペソの2章を開きください私たちが以前はじゃあどんなものであったのか神様ですね私たちが以前どんなものかだったかを示すことによって今私たちがどういうものかを示すことができになりますエペソ2章 And sins. はい、エペソ2の一ですね。あなた方は自分の在家と罪との中に死んでいたものだった。ここにキーワードとなる言葉が2つ出てきます。The word death、えー、in New Testament,、えーーーね、and the word life. Death <は> means 死というのは神からの隔絶隔てられることを意味します。そしてその形は3つあります。霊的な死私たちの霊が神様と引き離されるという状態そして肉体の死、私たちの肉体が霊から離されることです。ですそして永遠の死。 私たちの霊肉魂ッたすべてが永遠に神から引き離されるのが永遠の死。な spiritual death、レーテキというのは、is more than、more, than, more. え。えっと、神様から引き離されるというだけではなく、three。創世記の、えっと、一章 一、えー、章三節。神様がアダムになんとおっしゃったでしょうか、うん、あなたが罪を犯す時あなたは死ぬとおっしゃいました。Ned, アダムが罪を犯した時その後、アダムは900年生きました。 ということは、その時、神様がおっしゃった死というのは、霊的な死のことです、ねえー。ええー、神様、えアダムが神様に。不従順逆らった時、な、なに誰に対して逆らったのでしょう。あ誰に対して従ったのでしょう。えっ、ー、と、誰にし。神様に従わなかった時、アダムは誰に従ったのでしょうか。 Satan。Satan はこの,木からこの木の実を取って食べてもあなたは死にませんよと言いましたね。で、聖書にはあなたはその従う相手の奴隷であるということが書かれています。Adam は。うん

エピソの2の2ですね。その頃は、それらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の。